今世界では環境問題が大きな課題となっています。毎日の生活の中でもったいないと感じることはありませんか？実際にどのような問題が起こっているか見てみましょう。例えば食品ロス。本当は食べられるのに捨てられる食べ物のことで、世界では年間に食料生産量の3分の1にあたるおよそ13億トンが廃棄されています。2020年度に国内で発生した食品ロスはおよそ522万トンと推計されており、1人当たり毎日お茶碗1杯分のご飯の量を廃棄していることになります。次に資源利用の問題。世界で使われている資源の量は年々増え続けており、このままだと2050年には現在の2倍ほどの1700億トン近くになると推計されています。また2019年度には廃プラスチックの焼却だけで145万トンもの CO2 が都内で発生しています。これは豊島区全体で排出される CO2 の量と同じくらいです。このように資源を大量に使い CO2 が排出される中で、気候変動や生物多様性の損失が急速に進んでいます。こうした問題を解決するにはリサイクルを進めるだけでなく、使い捨てプラスチックをできるだけ使用しないなど、さらなる取り組みを考えていく必要があります。そしてエネルギーの逼迫。皆さんは2022年3月に初の電力需給逼迫警報が発令されたことを覚えていますか？ウクライナ・ロシア情勢などの影響で日本でも電力不足や電気料金の高騰が起きていますね。今回のエネルギー危機により、海外の燃料に頼っているとリスクがあるということが改めて明らかになったのです。このような危機を通じて東京都では HTT 電力を H 減らす、 T 作る、 T 貯めるをキーワードに、都民や事業者の皆様に積極的な節電や太陽光パネル、蓄電池の設置などの行動を呼びかけています。さて、2018年8月1日に発足したチームもったいないでは、企業や NGO などの団体、個人の方々にご参加いただき、食品ロスの削減、資源の有効利用、省エネの推進などに関する取り組みをご紹介するなどして、もったいないの意識を広めています。一人一人の意識と行動が変われば、環境に優しい社会を作ることができます。ここで誰でもできる取り組みをいくつか紹介します。まず食品ロスに関すること。食べ残しを減らすため、お店では食べきれる分だけ注文しましょう。小盛りメニューの導入など、食べ残し削減に向けた活動を積極的に行っている食べきり協力店という飲食店も増えているので、利用してみてください。また飲食店が廃棄する予定の食品を食べたい人に割引価格で提供するフードシェアリングサービスという取り組みもあります。アプリで検索するとお店で余った料理を購入できる場合もあるので、ぜひチェックしてください。次にゴミを減らすためには何ができるでしょう。まずできるだけゴミを増やさないことが大事です。つい買ってしまうものに雨天時のビニール傘がありますが、傘を忘れた日は駅などで傘のシェアリングサービスがないか確認しましょう。このようなサービスを使えば毎回傘を買わなくて済み、環境にも優しいのです。また物を捨てずに再利用することも大切です。例えば古着を回収して販売し、世界の国への寄付につなげるようなサービスもあります。捨てる前に一度立ち止まって考えましょう。そしてゴミを出すときは各区市町村のルールに従って分別しましょう。しっかり分別することでリサイクルにつながります。最後は節電の方法について。家庭の電気は電化製品で見ると、照明器具、冷蔵庫、テレビ、エアコンの順に高く、これらを合わせるとおよそ6割を占めます。早速使い方を見直してみましょう。照明は LED 照明を使用し、短い時間でも消灯した方が省エネです。こまめにオンオフしましょう。冷蔵庫は無駄な開閉をせず、季節に合わせて夏は中、冬は弱に設定温度も調節しましょう。
壁から適切な間隔で設置することも大事です。冷房時の室温は28度、暖房時の室温は20度を目安に。フィルターは月2回程度を目安に掃除をしましょう。それぞれの分野は互いにつながっており、一人一人の取り組みが気候変動をはじめとするいくつもの問題を解決することにつながります。チームもったいないは、活動の趣旨に賛同し、もったいないの意識を伝え、行動変容のきっかけを作る活動に取り組んでいただける方であれば、どなたでも参加することができます。参加はチームもったいないのホームページから。皆さんの力で取り組みの輪を広げていきましょう。